ゲープザッテルは、ドイツ連邦共和国バイエルン州、ミッテル・フランケンのアンスバッハ軍に属す、町村で、ローテンブルク・オプ・デアタウバー行政共同体の一員。ゲープザッテルは、ローテンブルク・オプ・デアタウバーの南約3キロメートルの、フランケン平和自然公園内に位置し、バーデン・ビュルテンベルク州との宗教にも近い、この町は、公式には9つの地区からなる。このうち小集落や、 孤立農場などを除く集落を以下に列記する。もともと、この地域には二つの集落があった。一つは、タウバーガー砂岩に、フランケン時代からあった教会を中心とした古い集落。もう一つは、タウバーガーウガンのより新しい城下町である。このウガンの集落は、11世紀にローテコム博の所領となり、この家の最後の女領主ゲーバの中からゲーバ勢で連。 ジャペイ・セデラン、ゲーワの場所と呼ばれた。1400年以降、辞書の3、4はコムブルクのベネディクト修道会、1、4はローテンブルク市民の所有となっていた。1810年の初め、ゲープ・ザッテルはバイエルン・領となった。地方自治体の再編が行われるまでは、ゲープ・ザッテルにはエッカーツ・ホーフとレーダースドルフが属していた。 1972年の市町存在編により、プライカーツホーフ、シュパイアーホーフ及びビルデンホーフを含むキルンベルクが合併し、1978年にはボッケンフェルトが合併して、現在の形となった。ゲープザッテルの議会は、市町を含めて13議席からなる。銀の名みたいで、左右に分割。向かって、左は青字、こちらを見ている金の獅子の頭部。 口の中は赤で、口から銀の山形の図形が描かれている。向かって、右は赤字に銀のアイベックスの頭部。ゲープザッテルは、ロマンティックフランケン観光連盟に加盟している。ゲープザッテルは、アウトバーン A7 号線沿いに位置している。ありがとうございます。